まあ、やっぱりある程度全部隊で戦えるようにはしたいから、この面々で行きましょう。で、新たにこのまっちゃん、このまっちゃん兄弟と、あとは島左近、島さんは騎馬隊、まあ、これで行きましょうか。兵力は28,000、まあ、多すぎるかもしれないが、本願寺を攻めるわけですからね。出陣する。武田編でも結構苦労しましたからね。それを思ったらちょっと過剰なぐらいがいいが、お、西園寺が滅ぼされた。で、こっちだよな。お、行くか。どっちが勝つ。お、信長さん、ダメじゃないか。おお、勘弁よ。もう長政と元服した時の名前を決めているのか。報告します。武田信玄の力を借りてもダメという。もう織田家大丈夫かな。これより表情を始める。ノーモミよ、軍事素晴らしい。あと米とかはどっちかっていうとこっち、自軍団の方の消費減少。なるほど。なかなか大軍団で攻めているわけですからね。お、どうした。よしよか。で、鉄砲ですよね。あ、これ欲しいな。対鉄砲防御上昇中。本来ならばこっちが欲しいところですけどもね。あとは対騎馬、悪路行軍上昇速度が上がる。やっぱりこれか。お、陶器に使いたい。石野さん、武勇が高い。かたじけない。まあ、声をかけた覚えはないんだがな。進出とかは、おお、この辺に介入はできるか。いや、高っ高っ。あ、いや、だがな6。ならば進軍開始だ。集結はもうすぐできるかな。相手はどういう風に向かってくるんだよ。向かってくるんだろう。あれ、ケンニョさん、いいんですか。よかろう、その条件飲むとしようか。どういうことだ。戦う前にこの石山ごぼうを捨てたと。いや、ただでくれるならばもちろん嬉しいですよ。まあ、講和の条件ですからね。仮にこっちはじゃあね、まだ三好家攻めることできないですから、じゃあ鈴木実は鈴木さん、あの交渉中だったんですけど、親善中だったんですけどもね。我が軍略お見せしよう。三好が助力ね。現在あれ、三好家ってまだ宣戦布告、三好家自体にはできないですよね。まあいいや、とりあえずは集結させようか。まさか石山ごぼうを捨てるとは。剣女一体どうしたんだ。で、こっちは集結17,000。まあ、こっちが兵力は上か。特に砦があるわけでもない。まあ素直に攻めてもいいか。おお、守り側戦況上昇、上限があるからそこをあえて指定しているみたいなものか。というか単純に進めるのがそこしかないわけだね。上限3000か。逆に織田家側から行けば、それでも上限少ないな。埼玉まで行けばいいが、かといってこう進むのは、それでも一月か。ここを通るならば、そうなるか。まあ、ちょっと南から向かいましょうか。おっと、浅井長政、いや、チャチャ様を嫁に迎えて婚姻同盟を組んだが、まあやはり黒田とは手を切らせてもらうか。攻めてくるのかな。
おやおや、婚姻同盟を組んでいたという、おー、どうした、寝頃鉄砲。で、そう向かってくるのは分かっている。行きます。まあ、あえて一旦ここ手取り、我に続け。で、東軍でこで編成は、ならば赤松義助様、あなたに大将お任せしましょう。これで3200ではなくて4200、まあ、米は大丈夫だろう。で、ああ、織田家倒さないと、織田家ついに諦めたか。あとは浅井家か。待機する。で、こうなった。そして季節は春。報告します。先月の収支になります。で、堺の特殊証券独占することができたんですよね。あとはこっちに進出。かしこまりました。これでまあまあ金銭収支も、まあ、増えてきてはいるな。となれば足軽の方を増やしてもいいんですけどもね、まあ、一旦それは置いといて、進前でいきますと、もうマイナス140まで下がるんだ。これで定湯動くかな。何、動かないだと。行くぞ。ここまで行ってやっと動くのか。じゃあちょっと動いてみますか。お、最下城まで引いた。ここならば、ここならば戦場上限もまあまあ高いとは思うが、行きます。上限27000。ならばここまで進軍ぞ。出陣する。動くかな。待機する。動かないな。進め。待機する。ここまで行くとそうなるんだ。まあ、でもここが最下か。ちょっと赤松さん見てみようか。まあ、戦えるならばそれでも構わんが。報告します。これより表情を始める。軍事持っていけないよな。あ、でもまっちゃん34。良き策かと。34か。あとはまんべんなく取っておいて部隊士気上昇。あとは包囲攻撃力上昇かな。これにて表情を終える。お、モミーどうした。砲決戦で部隊の攻撃力が上がる。お、さらに決戦後に兵数回復。でもこれ高いんだよな。105ね。で、こっちは多分160か。成長の方よりかはなんかこう収入的なものが欲しいが、親善も今やっていないし、ここもいい。ならばポイントは置いておこう。で、赤松さんがそこまで向かってきてくれている。もう決戦を挑んだ方がいいか。兵力どこまで削れるかな。手を打ちましょう。まい。ほう、和歌山ね。出陣するぞ。
証券の方で言うと、まあ、特に新たに行ける場所はないし、他のところに行っても進出費用っていうのがものすごいからな。6000ですもんね。まあ、確かに繰り返していけばいいんでしょうけれども、織田家との関係もいつまで続くか。築城とか、まあさすがに金がないのかな。回収で対毛利に備えていくならば津山あたりか、はい、ならば赤松さんで仕掛けてみるか。死ぬなよ。待機する。何かちまちま食らっているな。行くぞ。ならばちょっと仕掛けてみましょうか。お、何か壊したな。じゃあ次はこちらに向かいましょう。海上戦になるかな。出陣する。包囲せよ。おや、包囲せよだと一体どういうことだ。相手が軍団を解散させた。赤松さんに包囲させる。まい。じゃあ赤松さん、ここ出陣するぞ。で、官兵衛に最下情報位。相手の動きがさっきから全然読めないな。ね、本願寺の時もそうでしたし。あ、毛利と長宗我部が輪を結んだ。じゃあ官兵衛さん、赤松さんが包囲しているのかな。あ、でもちゃんと官兵衛さんに包囲に切り替わった。報告します。読めんな。素直に包囲させてくれた。で、赤松さんが海上封鎖に入ったが、特に敵が向かってくる様子もない。相手の動きが全然読めないな。まあ、一旦特にやらずに様子を見よう。このターンで落とせれるはず。情けは無用。お、撃って出てきたか。いや、せっかくですから指揮は取りますよ。何やら最下衆に勝機があると見ているのだろうか。まあまあ陣はこちらにありますが、相手は鉄砲隊。鉄砲に対する防御力は上げてはいるが、我が力、こういう時に突撃すると危ないんですよね。本陣切り込み。お任せよ。で、鉄砲はこっちが、こっちも撃てないのは一緒だから、赤松さんは一旦下がっておいて、じゃあ赤井さんに切り込み隊でこの謀略系で左右を固めるといういや、後ろも固めているかな。最初に雨が降っていたらいずれ止むからな。島左近で串橋さん、ご命令を。で、松永長頼。覚悟は良いか。ご命令ください。で、明石照澄。始めるぞ。ゲチを始めよう。まあ赤井、そう緊張するな何もしないさ、君が働いてくれればの話だがな。さあ、兵の補充。相手はばらけた。だがまだ待機。全部隊鉄砲隊の中を飛び込んでいく。以前の相良編を思い出すね。ご命令。さあ、ならば前進よ。始めるぞ。ゲチよ、我が命に従え。覚悟しろ。ご命令よ。ゲチよ。なんか仲よりすげえいいやつに聞こえる。ゲチよ。さあ、迎撃準備ぞ。多分見えた頃には雨が止むんだろうな。ふむ、もう雨は止んでしまった。相手は向かってこないな。鉄砲隊っていうのもあるのか、移動力がね、落ちているっていうのもあるし、でも陣がある限りずっと守っているだけでこちらが勝つわけだが、
とはいえこちらもいつまでも長い戦を続けているつもりはない。始めるぞ。攻めさせてもらいますよ。覚悟は良いか。でも最下集倒すことができれば強力な味方となる。全呪文。始めるぞ。敵の本陣は見つけたが、我が策、こっちも鉄砲は撃てるとはいえ、ゲチュ始めるぞ。かといって迎撃するのもな。やっぱり動くしかないか。官兵衛さんたちはどうしようかな。一旦真ん中。覚悟してもらおう。始めるぞ。ご命令ください。覚悟しろ。ゲチよ、撃てだろうな。撃ってくるだろうな。撃つのだ。撃て。鉄砲に対する防御力は上がっていても、大島さんがバンバン撃たれている。士気は高いが、一応最大士気も上昇しているわけですしね。まずは志麻さんのカバーに回ろう。ゲチ覚悟せよ。手を打ちましょう。こっちは的場くん。ゲチで佐竹さんに、ご命令を。あとは津田山頂さん。撃て。津田さんももういい年だろうな。で遠距離から鈴木重秀が鉄砲を撃ってくる。撃つのだ。撃つのだ。キャーバンバン撃ってくるね。おお。そこも車線通り過ぎるでしょう。黒田官兵衛。策のあるものがいるよ。我が策。ご覧ください。足止めよりはこう行こう。我が策これに。手を打ちましょう。息の根止めてくれよ。策がございます。引っかかったな。逆に我々が引っかかっているような気もするが。お聞きください。さあ島左近の牙突撃。攻撃力は300オーバー。撃て。いやー雨降らないかな。あ、みんなで雨乞いしようか。外すなよ。撃て。こうなんかこう鉄砲提案率とかもなんか高くなっていそうな気がする。ほら士気がこっち削れていますよ。こっちが押していることにはなっている。島さん鬼サコンとか使えないかな。お聞きくだされ。始めるぞ。我が策ご覧ください。ゲチ。まあそこは鈴木さんを狙えば違うかもしれない。我が策ご覧。でもそっちに規制を崩しちゃうか。力を合わせよ。こっちも相手が距離を取った。始めるぞ。ゲチよ。ゲチよ。で鉄砲を撃ってくるんですよね。撃て。撃つのだ。撃て。なんか相良編でやっていたときのこう逆のパターンな感じがするな。こっちがバンバン鉄砲を撃たれているっていうね。まっちゃんが今度は厳しいな。島さんが逆に持っているという。策があるのもまっちゃんの弟だけか。名簿。覚悟せよ。ご命令を。覚悟せよ。策がございます。突き崩せ。撃て。一応優勢ではあるが、本当陣のおかげですもんね。撃て。撃つのだ。なんだろうな、こう前の相良編のこう黒瀬城の戦いを思い出すな。やりたい。マスターが回答しますよ。今は低い。
戦況自体は有利ではあるが、結構じりじりになっているからな。大丈夫かな、こっち。志摩さんもで黒田官兵衛も危ないんですよね。撃つのだ。せめて総大将が回想してくれればよいか。外すなよ。うわー、鉄砲撃ちまくるな。外すなよ。やたがらす、恐ろしいな。あ、でも あれだな、相手の総大将配送までいけそうだな。官兵衛、守りを捨てる場合ではない。撤退だ。いや、後退だ。結構赤ばっかりですからね。あとは浮田さんか。兵力は少ないが、ずっと攻撃を仕掛けていたんで、相手の兵力もまあまあ削れてはいる。撃て。サダユはそこで鉄砲を撃つということは後退はしない。撃て。外すなよ。撃て。さあ、あとはどれだけいけるか。引くぞ。よしよし。まさか破れるとは。ふう、勝ったか。長頼さん、松永兄弟、松永兄弟は快走したが、こちらの勝利。ふう、陣がなければ負けていたな。じゃあ赤松さんはもう交代。いや、赤松様は交代。戻るぞ。一応オートノ的なものですからね。たわいもないな。言うね、官兵衛さん。いやー、強敵だったな、鈴木家。こうやって信長さんも苦しめられていたんだなって思うと、なんか同情するな。戻るぞ。米もないことですし、次の収入が来たら、まあ、牧島とあとは朝宮か。よし、じゃあ今回はここまで。これで勢力図で言いますと、兵力は75,000、ちょっと回復させて80,000ぐらい、80,000超えかな。おお。で、こっちは65,000。でも浅井9,100しかないんだよな。でも浅井と戦うと多分織田家と交戦する。でも上杉が兵力100,000で武田は70,000か。で、北条と徳川が戦っている。掛川を攻めているんだ。で、上杉さんは北条を攻めているんだ。で、佐竹がここまで来てて、芦名がもう残り城は3つ。でも宇都宮やあとは結城が残ってて、佐野家も残っている。あ、でも今回、おお、長野家長いね。おー、なかなか美しい。剣聖様残っているんだ。最上家も残ってはいるが、こっちは大崎で、安藤さんがここまで来ている。なるほどね、こういう感じにはなりましたが。で、武将黒田官兵衛、武勇は82、お、知略は103。現在23歳で性質がちゃちゃ様ね。まあ、こっちは浅井とは手切りにはなったが、まあでも攻めはしないか。向こうから来ない限り浅井とね、手を出すと織田家と交戦するからな。せめてこっちは六角領ぐらいは取らないとはいけないが、まあ、その前にまずは機内の三好家を掃討することを考えましょう。というわけで今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。